手相、運をつかめる人の5つの手相、今すぐ確認。目に見えるものではないので、論理的に説明することはなかなか難しいですが、あなたの周りにもいらっしゃいますよね。いつも運をつかんで、運を味方にできる人。今回は、そんなあったら嬉しい手相を5つ紹介していきたいと思います。1、新たなスタート、開運線。まず、あなたの生命線に着目しましょう。生命線を支点として、縦線が上ってはいないでしょうか。こういった線を開運線と呼び、あると吉相です。あなたの人生が実際に開運するタイミングについては、生命線の流年を見ます。どの位置から開運線が伸びているでしょうか。そのタイミングで何らかの良い兆しが見えてくるはずです。なお、この開運線はこれまでとは違う新しい人生が始まる時期でもあります。ですから、開運の直前には今メインでやっていることがつまらなくなる、または強制的にやめさせられてしまう、意識を向けようとしても集中ができない、など、一見ネガティブなことが起こることもあります。こうした悩みを感じたら、ぜひ細かく開運線をチェックしてみてください。もしかしたら、あなたに今運が向いてきていて、開花する直前かもしれません。2、別名、成功視線。手のひらの中指方向に伸びる縦線を運命線と呼びます。この線から薬指下の膨らみ、大腰球方面に視線が出てはいないでしょうか。これは別名成功視線と呼ばれる良い手相です。この視線と運命線の接点にあたる年に思いがけない幸運があるとされます。具体的にはご結婚があったり、待望のお子様が生まれ、その子が将来的に大成したり、仕事で大きな成果を出したり、そんな幸運のタイミングはざっくりとこの運命線の流年を参考にしてみてください。3、複数の運命線。運命線が最近出てきた、またはすでに1本あったがそれが増えて複数になった、そういったケースではあなたの運気が上向いていることを示しています。あなたに与えられた才能を存分に生かすことができ、自分自身でも満足のできる人生を歩めそうです。4、爪の白点、白線。爪の白点および白線は運があなたに味方してくれる合図です。白点の位置が中央で大きいほど幸運が近く、また大きいでしょう。端に出たりしている場合はもう少し努力の期間が必要です。ちなみにいずれも吉相ですが、どの指の爪に出ているかによって意味が異なります。親指は恋愛や婚姻関係の面での幸運、人差し指はもうじき願いが叶うサイン、中指に出ていれば引っ越しや旅行をすることで何かしら良いことが起こるでしょう。薬指なら名誉や人気を得るチャンスに恵まれます。小指は財運や子供運の上昇サインです。なお、手と足の爪はリンクしています。手だけでなく足の爪もぜひ確認してみましょう。5、指の間の縦線。指の間に縦線が入っている方は非常に努力家の方です。仮に今はどん底の状態にあってもめげずに淡々とするべき努力ができる方です。人生は波のようなもので、良い時期と悪い時期が交互に訪れます。指の間に縦線が出ている人は悪い時期でも投げ出さずきちんと力を備えることができるので、良い時期に入った時に運をしっかりと掴むことができます。また見方を変えれば、この線が今出ているというならば、あなたが今まさにきちんと頑張っている証とも言えます。そしてその努力が間違っていないことの印でもあります。時期が訪れれば必ずや運があなたに味方するでしょう。人はいつ何時運が向いてくるかわかりません。普段から手相をきちんとチェックして、今回紹介した手相が出ていないか確認しましょう。
幸運やチャンスとは急流の川の分岐点のようなもので、一度気づかずに分岐を素通りしてしまうと、後から気づいたところでもう戻れません。運が向いている時期を逃さないよう心がけましょう。このチャンネルでは手相や運気を中心に、時々健康雑学なども交えて紹介しています。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。